交代で小津さんがおしゃべりします。空襲の前のビルは静かなビルで、夜空を見上げとったら夜中やね。そしたら B-29 爆撃機というのがどん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 通っていくね、空の上に。南から北の方へ、ものすごい綺麗だったん、それが怖いというよりも、まあ綺麗なという感じでキラ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 しとったし、でそれがどうも前もって夜中の間に駆逐艦を、宮津湾の中におる駆逐艦を封じ込めるために機雷を全部落とした。敷設しとったわけな。でいくつもその機雷があって、最後には駆逐艦はその機雷に触れて座礁して斜めになって椎崎の方に乗り上げたぐらいの威力のもとになった。そういうもんで、その駆逐艦の名前が初霜という名前です。そしてあくる日の空襲は朝からバリ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 言って飛行機の音と、それから機関銃、機銃掃射、飛行機から撃つその音がガラ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 で、ものすごい大きな音がして、わは、飛行機が私の家の前の上を、上空をぐる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 回っとるわけです。それで面白い盛りに、私は面白い飛行機が好きだった盛りに上に撮ったら、ちょうどこの屋根と屋根との間からちょっと空が見えたんやけど、そしたら初めて飛行機の飛んだ人の米隊さん、アメリカ兵が見えたん、横側は。それがアメリカ人と初めて会った私の経験です。外国人と初めてそこで会ったわけ、見えたわけや。でそれがもう何回も何回も機銃掃射しながら、そしたら内臓上ではカラカラカラ言って、その薬莢を、機銃が空の弾の空がカラ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 言って、瓦を転げ落ちてくるの。それが明くる日見に行ったら、朝早く見に行ったらいっぱいこの薬莢が落ちとって、そして爆弾が炸裂した時の破片やろな、鉄がちぎれたようなものが至るところに、そんなものを直撃しとったらもう死んでしまうとる。まあおかげさんで家の中におったところに大丈夫ですけどね。で私とこも防空壕というのがありました。しかしそれは親父が飛行機の整備するところがふんだんにあるんだけど、航空省というところに毎日通っとったから、その間を見ては一人用の、本当に人が一人ぐらいしか入れんような防空壕を掘ってくれとった。しかしそんなもんで、ね、私の家族は、9人家族なんですよ。その当時はもっと少ない、7人ぐらい、
で、その家族がそんなもん入れへんの、こんな一人用の木風呂。そしたらもうお袋がもう畳に大きな上布団を敷いて、もう死ぬ時は皆一緒やで、ここへ皆入ってじっとしとれって号令かけたわけで、それで私らは、私らの兄弟は全部お尻、頭隠してお尻隠さずで、なんかポポンとこういう感じの状態で、みんな忍びだった。そしたら、お母さん、おしっこがしたいって、私できないなって言われて、そして、トコトコトコっと、廊下自体に行くと、ちょうど今、喋ったように、アメリカの飛行機が、戦闘機が、屋根いっぱいで、そしてアメリカの兵隊さんが見えたという、操縦士の中の兵隊さんが見えたという、その飛行機が、ほんまに、飛行機を作るときにリベットというものがあります。リベットというとね、ネジの代わりにアルミでいっぱい無数で止めるんですね。そういうものがあって、そのリベットが見えるぐらいに低空飛行しとったんです。そのぐらい低いところでものすごい爆音出しながら、もう早く行ってくれんかなと思う。そしてそれ見取り取って、でも早く帰ってきなるよ、もうちょっと見取りたい、ええ加減にそれって叱られてまた帰ってきたけど、まあそんな体験をしました。とにかく、今でも戦争が起きとるけれど、やっぱり戦争というものは家族も兄弟もみんなちりぢりバラバラにして、また亡くなる人もおるし、もう絶対みんな、戦争のあるような世の中には絶対せんように頑張ってな。そういうことです。以上です。はい、ありがとうございます。どう、皆さんが分かる？話分かった？分からんとこもあるかな？なんか質問ある？もう何でもいいよ。さっきのおじさんに言われたら、リベットって分かる？あ、リベットって何？あのね、あの釘とかがあるでしょ、家建てたら。はい、釘でこうやって見るでしょ？あれの、飛行機もああいうのが鉄のネジが止めてあるんです。それが、見えた飛んでる飛行機、それぐらい低空飛行で来るから、こうわーっと降りてくるのね、軍艦を沈めようとして。だからお二人の家っていうのはこの上町の方にあったら、あの辺りはもうものすごい低い、ね、見上げたらもう顔がさっきパイロットの顔が見えたっていう。そうですか、はい、よろしくお願いします。そう、なんか聞くことはない？ない。大人の方もいい？そしたら次はちょっと、久保さんの方に電話してみるんで、今通話中になってるし。大丈夫。ご自宅ってどこにあるんですか？あ、私の住まいはちょうどこの村の方の、はい、金枝に。金枝に。